よろしくお願いします。はいはい、今です、はい。今回もアトラスニュースから、はい、二記事読ませていただきたいと思います。はい、はい。じゃあ一本目はこれでいきましょう。15万年前の鉄パイプ、うん、中国から発見されたバイゴンパイプの謎。うん、はい、バイゴンパイプとは、中国、青海省のバイゴン山、まあ、山ですね、うん。で発見された鉄パイプである。うん、90年代後半、または2000年代初頭に発見されたというその鉄パイプは、山にある、まあ、塩水、まあ、塩水ですね。塩水湖の周辺にある3カ所の洞窟から発見されたものであり、うん、直径40センチほどのものから、爪楊枝ほどの大きさのものまで、大小様々多数発見されており、うん、それらは洞窟の入り口から奥に向かって連なって伸びているという、うん、山の名前から取って、バイゴンパイプと称されている。うん、これの発見については2通りの説があるが、はっきりはしていない。一つは2000年代初頭にアメリカの科学者が発見したというもの。もう一つは1996年に中国人作家、まあこれも考古学者という説もあるんですけれども、の人物が盆地探索中に発見したというもので、まああちこちで紹介されてるんですけれども、割合的には、まあその中国人が発見したという方が、まあ信憑性が高いと。で、パイプはそのサンプルが採取された後に政府の研究機関で調査がなされた。その結果、92% は二酸化ケイ素や炭酸カルシウムといった一般的な鉱物、金属であることが判明したものの、残りの 2% の組成については不明なままであった。何より驚くべきは、年代測定を行ったところ、錬成されたのは実に15万年も前であるという結果がもたらされたことだ。現在の通説では、同地域へ人類が住み始めたのは少なくとも3万年前であると言われている。何より人類による鉄の精錬が行われるようになったのは、それよりもさらに後の数千年前である。このことから、バイゴンパイプがいかに場違いな異物、大パーツであることがお分かりだろう。人類が住み着いていなかったはずの土地に、そのような鉄パイプがなぜ残されているのか、うん、現実的な理論として自然に形成されたものであるとの反論がある。例えば、硬い砂岩にマグマが押し込まれたことによって、化学反応により鉄が出現したというものや、洪水の際に生じた亀裂が鉄を含む堆積物で満たされ、そうした堆積物がパイプ状に固まったものではないか。とされている、うん。要するに、地質などの影響により、偶然パイプ状の金属物質が作り出されたという説だ。また、今最も有力な説として存在しているのは、木、あるいはその根が、化石化したものではないかというものだ。これは、アメリカ人科学者のモッサとシューマッハによる、ルイジアナ州南部の土壌で発見された円筒形構造、円筒形の構造の物体の研究に基づく仮説であり、木の根の周りにミネラルが形成され、その内部が腐り落ち、穴となって残されたという説が提唱された。ただ、当然ながら全ての研究者がこれらの説を認めているわけではない。実際、バイゴンパイプは人工物とも取れるほどの形状をしているからである。そのため、これは、人類が住み着く以前にこの地へ降り立ったエイリアンたちが公共事業あるいは研究施設建造の目的のために設置したものではないかとの、説がにわかに囁かれている。一方ではチベットに伝わるという古代の巨人の国がこの地にあったと言われていることから、巨人文明の遺物ではないかとの見方もある。大パーツの年代測定については後に再検査されたことで当初言われていた年代と大きく変わっているというケースは決して珍しくない。むしろ再検査によって実は比較的新しい時代のものであったと判明することすらある。そう考えるとこの15万年前という測定は本当に正しいのか改めて調査してもらいたいところではある。いずれにせよ現時点では全く謎めいた遺物であることに違いはない。結局分かんなかった。結局今のところは分からないままと。果たして現代のものが15万年前と勘違いされたのか。結構あるんですよね、そういうケースが、うん、あの中国っていうとあのバックベルトですかね、うん、あの金属のあれもなんか測定では本当は全然違ってたと。あれ現代人のものだったよね。そうですね、うん、あと秦の始皇帝のクロムメッキの剣ですか、うん、あれもちょっと怪しいっていう後の再調査でっていうのがありましたので、うん、雑な仕事をやってるね中国はね。まあ
まあ、解明にはちょっと尽力をぜひとも尽くしてもらいたいというところで、うん、はい、はい、じゃあ次はですね、これは山口敏太郎関連ですね、うん、呪物です。呪物、はい、山口敏太郎秘蔵呪物、呪い面と同等の力を持つ呪物笑い面、うん、ということで、はい、山口敏太郎の所有する呪物として、最も有名なものといえば呪い面だろう。まあ、これは季節ですね。関西のとある骨董品屋で入手したというその面は、見立てでは明治もしくは大正頃に作られたものか、あるいは実際に目にした人物の印象では海外の部族が使用したものではないかと様々な説が挙げられている。面そのものは、目の部分に2箇所穴が開けられた状態で口元は歪んだ形になっている。呪い面にまつわる曰くはいくつもあり、この呪い面を紙面のネタにしようと企画した、とある雑誌の編集者が階段から落ちて負傷したり、呪い面を表紙に使用した雑誌社、この呪い面の騒動を記事にした会社が倒産してしまったりするなど、かなり呪力は強いようである。テレビ番組奇跡体験アンビリーバボーでも再現ドラマで紹介されたことで、呪い面については広く知られるところとなったが、まあ先生曰くですね、番組では演出によって設定が幾分か盛られているため、すべてが事実というわけではないと。はい。一方で、おおよその出来事についてはその通りであるとのことです。で、この呪物である呪い面には、実はもう一つ山口敏太郎が所有する呪物の面がある。それは通称笑い面と呼ばれるものだ。笑い面は、これ三つ目入道ですね、うん、が書かれた文字通り笑っている面であり、ヤフオクで入手したものであるという。出品者からの情報によると、とある郷土玩具店で購入した面であったとのことだが、入手後保管していた部屋から笑い声のようなものが聞こえてくるといった、現象が起こる正真正銘の呪物であったと。呪い面は、山口敏太郎の知人の寺に預けられており、祝い面となるよう現在も供養が続けられているが、それでも怪現象が収まる様子がないとのことで封印状態となっている。そしてこの、笑い面はこの呪い面とともに収められているというのだが、奇妙なことにそれ以来目立った怪現象が発生しなくなっているという。ひょっとするとお互いの呪力が、相殺し合っているのではないかと、山口敏太郎は考察しているが、現時点では何事もなく平穏であるとすれば、結果的には良好な状態と言えるかもしれない。はい。ちなみにですね、千葉県銚子市にある大内カッパハウスの2階に常設している、山口敏太郎の妖怪博物館では、呪い面の写真が展示されていますので、興味がある方は足を運んでみてはいかがでしょうか、ということで。うん、はい。笑い面は実物を展示してるからね。あ、そうですか。実際どうなんですかね、笑い面って。俺は別に悪いもの感じないけどね。はい。でも何か音が、うん、なんかそこの保管してるってこと。なんか神様がよくそういうこと言うね。ああ、そうなんですね。長澤くんとかも言って、保坂も言ってかな。あ、そうですか。東海支部で止まってるとみんなそんな声が聞こえるとか言って。ああ。全然聞いたことないんだけど。じゃあ見た目にも そこまでおかしいものではない感じはすると。俺は、まあ、もっとこういう陽気なもんだと思うからね。なるほど。大丈夫でしょ。はい、まあということなので、はい、アトラスニュースからは以上です。はい。はい、では告知の時間がやってまいりました。はい。ね、先ほどですね、あの大内カッパハウスのお話出ましたけど、ね、私去年あの花火大会をそこのテラスで見せていただきまして、それで館長に言われて、もうやめてやめてってなんでそういう話になっちゃうんですか。で、その時ね、やっぱりあの、直前になってあの行ったので、うん、ホテルとかもう取れなくって、うん、それで館長があのじゃあ妖怪ハウスに泊まったらいかがですかとおっしゃられて、博物館泊まったのか。泊まりませんよ。ちゃんと帰りましたよ。でね、あの、うん、館長は、あ、館長名前どう忘れしちゃった。館長の ごめんなさい。まあいいや、妖怪ハウスの館長さんもね、あの泊まってもあの、うん、霊感がないから全然平気だよとおっしゃっていて、うん、まあ私も霊感ないから泊まっても大丈夫かもしれないなと思いました。いや、大丈夫、絶対大丈夫です。絶対大丈夫でしょうね。絶対何が起こっても分かんない、ね、そうなんですよね、うん、はい、そうということでですね、では告知、
まずね、8月の28日が、近光さんのね、空海の謎という本の出版記念イベント。で、こちら会場の方はもう、売り切れてしまいまして、ズームのみ申し込みができます。うん、のでね、ちょっと遠くに住んでらっしゃる方、近光さん見たいなという方は、ぜひ、ズームのお申し込みをしてください。うん、そして9月の8日は、東京の新宿ミコノスという会場なんですね。ちょっと会場名とか変わってしまって、うん、あれなんですけども、山口敏太郎と近光さんとゆりはなさんの超能力イベント。うん、近光とゆりはなという珍しい組み合わせ。珍しいです。これ最強の組み合わせですか？ねえ。ねえ。まあ、これに兄に加われば最強です。はい、あ、もうすごい、すごい、すごい組み合わせになりますね。うん、これ珍しい顔合わせだから、はい、これね、アベンジャーズライブ復活と僕は呼んでるんですけど、うん、はい、ね、ぜひこの機会に ね、はい、そうですね、見ていただけとけばいいかなと。と思うんですけどね、なんかお席が50席しかないということで、うん、まあ、増設したら60人ぐらい入れるらしいんですけど、だからこの放送がね、している時にね、もしかしたら売り切れてるかも知れないけど、そうすると配信チケットの方は売ってますので、うん、配信チケットでご覧ください。見てる人に、うん、はい、ちょっと近めさんにローリングをかけてもらおうかなと。ローリングかけてもらう？何か。あ、いいですね。お肌が蘇るとか。とってもいいです。若返りとか、うん、金運とか。そうですね。あ、それはいいですね。それでね、あと、これで、個人鑑定を、イベントが始まる前に、近光さんとゆりはなさん3人ずつ、するんですけれども、そうですね、この放送が、終わった次の日あたりに締め切りたいと思います。ああ、そうですか。抽選で。で、抽選でね、皆様。希望する人いますか？あ、いるんですよ。結構いらっしゃって希望する人が、ね。手挙げてる人、もう何人かいる？います。もうね、10人近くいるんですよ。もう近道の鑑定は、うん、いや、そんなに。はい。ねえ、や、はい、や、直接やってくれる機会はないからね。ないんですよ。近光さんと、あと、ゆりはなさんもね、いつもは電話で鑑定されるから、うん、こう、面と向かってってなかなか。ないですよ。ないんですよね。うん、ということで、ちょっと抽選になってしまいますけれども、うん、はい、こちらの方、よろしくお願いします。ここのミコノスの、イベントの申し込み先は概要欄に載せてありますのでね、うん、ちょっと一回なんか変更があったみたいで、私が、個人的にお知らせしたやつとちょっと変わっちゃってたりしますけどね。うん、皆さん多分行き着いているらしいですよ。うん、はい。9月の。行き着かないといけない。行き着かなかったらまた私に多分メールくれると思うんですよ。うん、ここに申し込めませんって。もう申し込むのに大変なハードル、うん。そうなんですよね。まず、うん、タートルカンパニー主催ではないので、ちょっといつもと違う申し込み方法ですね。うん、はい。でね、9月の16日。がね、最初、相上階段と言っていたんですけれども、タイトルがね、中野女流階段というかっこいいタイトルに変わりまして、うん、はい。で、出演がですね、相上ちゃんと、あと、日本大好きのアシスタントをしてくださってる草野舞さん、それと、うん、メッツ某でご存知の白上樹里子さん。で最初なんか若い女の子とか言ってたんですけども、うん、もうジュリコさんはね、熟女枠で、いいんですよ。そのうち自分出ていくんじゃないですか、ね。いや、私はね、出ませんと宣言しましたので、うん、あ、そうです。皆様ご安心ください。まあね、怖い話できないですからね。できませんし、なんかね、麗しき女性が浴衣姿で、それなんか階段とは限らず、なんかオカルト話一般、UFO の話でもいいし、陰謀の話でもいいし、ということで。そうですね。みんな、うん、浴衣を着てる、はい。相上ちゃんとか、はい、舞ちゃんを見て、はい。はぁはぁ言って。はぁはぁ言う。ジュリコさんも色っぽい方ですよね。ジュリコさんも見て。ちょっときつくなってきますよ。そうですか、うん、まだまだいけますよねっていう。まだいけますか、うん、なんて失礼な言い方してるんだ、私は。はい。ということでね、こちらはね、推しの名前を書いて、それを、ニューマさんが申し込み先になっております。で、うん、誰々推しっていうと、その人に、ギャラが追加されますので、応援している方、私は何々さん応援してますっていうことで、ね、名前を。で、特に応援してる人がいなかったら、もうそのまんま分配ということになりますから。うん、ね。はい。ということで、今度ね、10月の4、5、6が、アーリン千葉鑑定会。
こちらね、申し込み先はあのまんまで、ビンタロー830のまんまで、よろしいですかね。ああ、それはいいんですよ、別に。ね、はい。ということでね、千葉鑑定会。結局、リエさんにやってもらいますけどね。結局、やってもらえますか。うん、だから。俺の方からリエさん転送しますから。あ、わかりました、うん。はい。ということで、ちょっと今、皆さん何のことかわからないかもしれませんが、リエさんしばらくお休み。ご自宅勤務で。はい。ということですね。うん、私もね、週2日になりますので、ちょっとメールの返事遅いぞと思ったら、出勤していないということなので。そうなんですね。ね、すいませんが。はい。でね、10月のね、456で、5日の日が、確か、三茶会談をアーリンさんと一緒に検証に行く日ですね。土曜日ね。はい。というのもあります。うん。はい。あとね、10月の12日が、秋葉原会談。で、こちらもそうそうたるメンバー、山口先生とか、あと竹内義和さんとか、あとは西浦和さんとかもね、うん、そうそうたる。中浦和、ファンキー中村。ファンキー中村さんとかね、そうそうたるメンバーなんですが、会場のチケットは。アウトレイズですよ。階段マナー。みんな悪いやつ。フライヤー見てね、もう本当にね、アウトレイジだなって。アウトレイジ。思いました。みんな悪いだ、ね、みんな悪い顔をしているという。はい。で、ね、こちら、そうそう。だから会場はね、あっという間に完売してしまいまして、ネット配信はまだ受付してますので、うん、もう見たい方はネット配信を申し込みください。はい。はい。で、11月の2日と3日は、徳島古代ユダヤ四国ツアーですね。最初ね、11月二十何日とか言ってたけど、2日と3日に、変更しておりますので、間違いのないように、はい、久しぶりにアトラスラジオを聞いた人はあれって思うかもしれませんけれども、うん、でちょっとねこれお部屋がねなかなかもうシングルルームなくなっちゃってますので、うん、3人部屋を1人で使うとか、これ料金ぐらいですよ、料金ね、お申し込みされた方に、あ、料金ですね、料金は1万9000円プラス、うん、お部屋代となっております。なるほどね。申し込み来てますか、はい、申し込み来てますよ。続々と来てますよ。これはちょっと早めにこれもね。うん。そうなんですよ。だからね、お部屋がね、3人部屋を1人で使うとか。いや、これね、もう古代ユダヤが、はい。徳島に上陸したら間違いないね。はい、あ、そうですか、ほんで、うん、ね、やっぱり古代邪馬台国を作り上げたんだよ。うん、はい。へぇー。もうそれは後に大和朝廷になったと。はい。と踏んでますね、僕はね。はい。なるほど、うん。はい。ということでね、お申し込み先はトータスという私のメールアドレスになりますので。はい。ね。で、こちらね、ちょっと一人部屋とかなくなっちゃったらね、大部屋になりまして。ああ。もう合宿のような雰囲気の大部屋で。それも楽しいですよね。大部屋ね。大部屋ね。もういびきがどうのとかね、もう気にしなくって、どうせみんないびきかくんですよ。ね、当日は、うん、はい。アイムさん行くんでしょ？で、私が行かなかったら全部ニューマさんにお願いしちゃうこと。一人になっちゃう。一人で。はい。一人で、ツアーコン。また、ってなっちゃう。ツアーコン。また今度やってるとき、私行きます、もちろん。どうしたんだ、どうしたんだ。気持ち悪くなりました。四ツ谷の時です。だから、古代のね、その遺跡とかでね、また何者かに憑依されてしまう。また気分悪くなる。ね。また、それで、なんだっけ、グリコじゃなかった。はい、誰？女の子。ああ、また名前がね。トーコさん。トーコさんね。はい。うん、いいまたお払いを。トーコさん来ないかもしれないじゃないですか。ツアーに。あ、来なかったらどうしようもない、ね。来なかったらね。あ、アーリンさんいるんじゃないですか。アーリンさんいるからいいかな。アーリンさんいるじゃないですね。はい、近光さんも、夜は近光さんもいると。そうですね。夜のトークショーはね、はい、山口敏太郎、アーリン、近光っていう、うん、はい、トリオが久々に揃いますからね。そうですね、うん。トリオですね。はい。でね、これはね、お得ですよ。お得です。終わった後もね、なんかラウンジがあるので、お酒好きの人はお酒飲んじゃってくださいよって。ツアーのも常連もいますもんね。そうですね。はい、うん。ということでね。で、11月30日は、怪談王関東予選が AFR 横浜で行われます。で、今ね、怪談王のね、インターネット予選やってますので、うん、9月いっぱいまででしたっけ？もっと早かった締め切り。いや、9月頭頃。9月頭頃までですか？だから、うん、まだ応募していない人は急いで、
ね、応募してくださいね。いや、この去年みたいにね、うん、あの土壇場になって2人3人まとめて、うん、あの送られてくるの、その日に限って、はい、そうなるとね全部分散するからね、はい、早めに出しておいた方がいいんですよ。そうですね、早めに出しておいて、なんかね、そうそう、もうすでになんかねすごいいいねの数がたくさんある方とかもいる、いらっしゃいますよね。名前言わないけど、いいねとか、あと視聴回数もね、皆さんたくさん見てくださってるんだなというのがありますからね、うん、個人差あるよね。ありますね、うん、ぜひねこれでなんか気に入った方がいたら、こう推しになっていただければと思って応援してくださいと思います、うんうん、はい、そんな感じで告知は終わっていきます。ビンビン、ビンビン祭りを言ってないじゃないですか。うん、ビンビン祭り？山口ビン太郎の。それなんかね、いつでしたっけ？10月1日から12日までですよ。そうなんでした ?10 月1日から12日？一体でも皆さん、ビンビンビン太郎祭りって何だろうって思いますよね。ビンビン祭りは、はい、都市伝説とオカルトにビンビン来てるかどうかです。都市伝説とオカルトにビンビン。主催者はどちらですか？ね、あ、主催者は、うん、あの、うん、エッチな会社です。エッチな会社って何？エッチなハリウッド。あの、何、その手つきやめてください。その手つき写真に撮って載せましょうか。こんなの作ってる人です。はい、主催が天賀さんでいらっしゃいますね。天賀さんが明るく笑える、うん、ちょっとエッチなオカルトみたいな。はい、エッチなオカルト。エッチなオカルトで、うんうん、当然まあ、はい、ガチンコのオカルトの浮世絵とか、はい、妖怪ミイラとか、はい、ユーマの剥製とかも売ってますし、売ってます、妖怪神社もありますし、はい、妖怪御朱印、はい、妖怪おみくじ、はい、ユーマトレーディングカードなどもあります、はい、あります。これ東京の原宿ですね。会場でね、原宿でありますね。原宿。UFO も呼びますよ。UFO を呼ぶ？なんと村一門がついに全員全員集合。村一門全員集合って。怖いですよ。あの、今俺が知ってるだけで4人いますから。村一門ってどなたがいるんですか？相上ちゃんでしょ？あ、相上ちゃんも入ってるんだ。石上さん、あの、はいはい、石塚さんでしょ？石塚さん。うん、この前、あの、うん、あの青汁王子で UFO 呼んだ。はい。はい、あの、川崎さん。川崎さん。で、あと、新人の埼玉の人。新人の埼玉の人。4人いますよ。4人もいる。村一門。恐るべし。恐るべしね。それで、うん、で、どこかのビルの屋上か何かで、UFO を呼ぶ。原宿のね。はい。あの、はい。なんか、あの、都市伝説博のやつを秋山さん使って呼んだらしい。都市伝説博。うん。へぇ、あの、山口は入れないでおこうと思って。あいつらやってるんですよね。山口さん、山口さん、阻害されちゃった。そうだ、若いやつだけ楽しそうに集まりやがって、で、僕が、悲願だ僕が。悲願だ僕はですね。僕は天下が助けてくれて、うん、はい。じゃあ、山口さんでやりますかって。はい。そうですね。分かってるね。天下はね、あれですね、毎年、なんかね、あの、視聴者プレゼントで、うん、差し上げてますね。あ、そうそうそう。うん。あの、ティッシュね。はい、ティッシュ？ティッシュじゃないですか。ティッシュじゃないでしょ。あ、ティッシュですよね。あれティッシュなんですか？これ知らない？知らなかった。ティッシュだと思わなかった。あ、ティッシュです。なんだと、なんだと思った。本物だと思ってました。ご自身で使ってくださいって。それはね、今の、もう動画に撮って載せますよ、今。こんな。違いましたか？これ。あれ？私だと思って、アイムって書いてある。いや、何を言ってるんですか？気持ち悪い。気持ち悪いって。は気持ち悪い。その、ね、あの、不思議だな。どう言ったらいいんでしょうね。それで、うん、僕と、はい、あの、大物の対談もあります。うん、大物って、まだ名前は言えない。まだ決まってないからね。はい。だから、この10月1日からっていうのはもう、1日から始まります。常設展がずっとやってるんですよ。10月1日からですね。あ、じゃあもうそれのね。でも俺、トースポと、はい、トカナと、はい、あと、どこだったかな。ヨロズニュースに電話しましたよ。はい。これをやります。取材する。あ、取材ね。やるから取材頼むぜ。はい。あ、もう原宿だから人いっぱい集まったらいいですね。ね、いや、じゃあ、その村一門と、うん、山口さんが UFO 呼んでる時に、ね、はい、来ましょうって皆さん言ってるらしい。この若者の街原宿で、なんかおじさん連中が何かいかがわしいイベントをしているみたいな。怪しいですね。怪しすぎますね。これも、ね、しかもただ。ただ、無料。もう、せこい100円200円取らない、うん。はいはい。ただでやっちゃう。ただでやっちゃう。もうみんな見に来てください、原宿。これ面白いですよ。ね、はい。もう爆笑必至。爆笑ですね。宇宙人の声も聞こえちゃいますか、はい、すごいですね。上原若さんが。はい。
あの、録音、ねね、留守番電話で撮った、はいはいはい、あの声を、あの声がみんなにヘッドホンで聞けますから。うん、ヘッドホンで聞くんですね。宇宙人と喋ってる気持ち、はい。はい、だからこ、ね、このイベントの全貌が見えたら、そうです ね, ね, あのね、うん、UFO イベントの前は、うん、俺とトシボーイズが対談します、うん、あ、そうなんですね。その後一緒にトシボーイズと村さん一門と合流して屋上で呼ぶ、はい、屋上で呼ぶんですね、うん、はい、というね、不思議なイベントもあります、うん、はい、ということでね、イベント目白押しで、あとあの甲府星人とヒバゴンの着ぐるみレスラーも乱入しますからね、はい、あ、そのイベントに、イベントに、ね、あ、もうたくさんの人がね、もう参加するんですね、天夜ワンヤでもう大騒ぎになりました、うん、大騒ぎ、うん、はい、ということでイベント目白押しでした、はい、頑張っていきましょう、はい、はい、オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ、山口敏太郎でした。それじゃあ皆さんありがとうございます、はい、さようなら、バイビー。